じゃあいきますよ。はい、どうも、はい、ナイス。いや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 、ドームからかぶるとさ、ドームから一緒にやろうよ、みんなで。そうそうそう、もう一回じゃあ改めてドームから言おう。どうも、はい、ナイスでーす。やりたいと思います。難しい。ということで皆さん、ポケベル知ってますか？ポケベルは聞いたことあるけど、はい、どういったものなのか分かりません。全く同じです。私も同じでございます終わったじゃねえかよこれです、これです。このポケベルはですね、90年代に一気にブームしました。1996年には1000万台も普及。10人に1人固定電話や公衆電話から番号を打つと相手にその数字が届く。つまり今で言う数字だけのメール、受信専門機械と。数字が届いたところでみたいな。いや、そう、それは数字を教えていただいたところで1996年ぐらいのこの若者たちは会話してたと。当時の人はそれで待ち合わせとかしてたってこと。そういうことです。なるほどね。3470、何か分かりますか？写真。ああ、分かりました。嘘。さよなら。正解。なるほど。で、ちょっとなんかダジャレっぽいってことかな。語呂合わせ的な話か。141106。いよい。石なむ。どういうこと？石は間違いないと思う。石6って他なんて読むの？無とかじゃん。答えが愛してる。はぁ、全然分からん。え、1が愛で、してんる、6、愛してんる。なんでよ、わかんねえだろこれは。2019年9月30日をもってなんと思う、販売が終了される。なるほど、サービス終了。果たして数字だけのメッセージでメンバー出会うことができるのかと。出会うらしいです。これ、あの3人がですね、はい、それぞれバラバラなところで降ろされまして、あ、もう街中でやっちゃおうと。それをそうなんです。もう外に出て徒歩30分圏内には必ずいます。なんとですね、これで発信はできないんです。どうやって送りますか？公衆電話です待って、俺もやる前から結構怖くなってきたんだけど。普通にいや、だからこう俺たちがやるのは、だからもう俺たちが分かればいいから。うだったら1を3回おっしゃる。ガラケーと同じ要領で。あ、そうね。そう、やっぱやるからには会いましょう。ちゃんもちろんもちろん、うん、だからちゃんと2回送ろ。あの、どっちかに送るんじゃなくてお前2発とすんな。なるほど。あ、そうそうそう、そうね。皆さん予想どこだと思います？東京の名所とかだったりするのかなって思います。スカイツリー。あー、なるほどね。え、待って、そっちの方まで行くの？もう渋谷、原宿。あーね、うん、そっかそっか。俺ね、定劇の近くだった。それは俺も考えて行きやすいようにって考えるなって。次の現場考えるなって。 YouTube さんマジで。じゃあ皆さんおやすみなさい。これあんま変わんないでしょ、これ、はい、じゃあお願いします。今これまた左曲がったでしょ。これ EX の方向かってんじゃない今。俺今なんかミッドタウンらへん通過してる気がする。いや、ミッドタウンは過ぎたよね。いや、ミッドタウンだって逆でしょ。あれ真逆じゃん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これどっち出てんの。これあそこ出て左行ったか右行ったかなんだよな。運転手さん、はい、どっちですか？自分のハンドルはどっちに向きましたか？上に。そんなわけあるか。バックトゥザフューチャーみたいな。上。待って、俺ら今もしかして宇宙行ってる。ちょっと待って、ウインカーの音が聞こえる。ごめんね、じゃあみんな健闘祈る。頑張ろう。え、どこマジで来いんだけど。車通り多いな。都会は都会なんだろうな。不正になっちゃったね。うん。いや、マジ本当に気持ち悪い。ちょっとやめて。いや、ちょっと本当にいいわ、それ。
結構行ってね。行ってるし、あ、電車だ。電車、電車チャンス。何線だろこれ。これは絶対俺分かった。もうね、これあれ小田急だよ。小田急。今の小田急。小田急。今の小田急。山手線じゃなくて。うん、今の小田、今の歌は小田急。小田急なの。小田急だよ。怖っ。あ、怖っ。どこ？日陰で待ちたい。暑いよ。もうやだ。分からん。なんかちょっと落ち着いた下町な感じかな。あんま人通りを感じない。到着です。え、音聞こえる。ちょっと賑やかなところなのかな。で、落とし穴？電車の音も聞こえるし、今日あれ絶対小田急じゃねえ。銀座分からんな。新橋かい。や、1時間やべえ。新橋か。まず公衆電話を探さなきゃいけない。待て待て、どこだ。どこ待ち合わせにすればいいんだろうな。そのタクシーの進行方向的に左に降りたってことはこっちから来たってことだから、まあ、まずあっちの方にいることは間違いない。あっちに行く。なるほど。けどこっから30分ですよね。定義機か日生の近くで降ろされてると思うんですよね。いやちょっと落ち着いてたしな雰囲気で。あ、公衆電話あるやん。よろしくって送ります。メッセージが来ました。お、よろしく。じゃあ、ゆうとも挨拶しとくか、とりあえず。まあ、使い方分かった、これで。とりあえず、まあ、ここで一番分かりやすい場所っつったら、帝国劇場か、シアタークリエだと思うので、そっち方面に向かいながら、なんて言うとか考えます。1410。待って、これ愛してるじゃんこれ。愛してる。どっちか初っ端からふざけすぎだろ。愛してる。いやいや、けど俺猪狩かなと思ったんだけど、水木君な気がするわ。来た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 。いいよ。違う、愛してるって帰ってきたんだ。違うわ。高橋から多分これ出してたら愛してるって帰ってきたわ。愛してるって帰ってきた。あいつ、いや、すげえすげえ。なんて打つかなんだな。231で日生で座ってくださったの。ちょっとダメ元で水木くんが分かってくれるだろう。にせいにいるよって打ちました。これが果たして届くかどうか。なになに、2312164、2歳にいるよ。次高橋に、どこって聞きたいんだよ。どこ。なるほど。あ、お、来た。105。いいよ。なんか一回だけ自分のことされるか。484か迷ってるんですけど、新橋の、はい、来た。店で待ってるのもちょっとあれだしな。いた方がいいかな。難しいな。戻ります。戻る。はい。ちょっと遠回りして帰ろうか。あ、なんか来た来た。484新橋。あっちか。来たってことはユウトが新橋にいるってことだ。
もう水が来ちゃうから、ね、一斉に泳がしとこう、あいつはちょっとまああいつのことだから、まあ新橋周辺にずっといるでしょう。でも日生っていうヒントに気づかない気がするな、水木くんは。231だもんな。いるよ、合ってる気がする、我ながら。あ、俺これ分かっちゃった。いいですか、日生にいるよだ。すごい、この人誰だろう。いきます。誰だろう。ガリさんだな、これ絶対。よくこれで会話しましたね、昔の方。昔の方っていうか1996年代ポケブルって通知来るとちょっと嬉しいです。来ないかな、また今シアタークリエに。もしかしたら水木君が店に向かってるかもしれないな。待っててって言った方がいいよな、でもガリさんに。待っててってなんだっけ。待ってて、ま、手は点で行ったんですよ。で、まだ、まが分かんなかったんで、貼っててって送りました。あ、ちょっと、やや、え、八、え、分かんない、はっぱ、やっ、あ、じゃあ、やっぱ、やっぱどこ、違うな、やっぱどうどう、やっぱ十、い、あ、あ、あの味噌の道を俺は取りたい。お、あ、待って、ガリさんいる、ガリさんいる、ガリさんだ、ガリさん。無視します、わかりません。マジでわかりません。おー、え、ガリさん、すごい水木くん。え、いや、俺は密生にいるよっていうやつが来たの。あ、密生にいる、伝わったんだ、すごい。やっぱガリさんだった、うん、俺もガリさんだと思って、どうせ高橋じゃねえだろうなって話してたから。だから密生向かおうと思って今向かったところ。あ、マジで。ゆうとの場所わかる。わかんない。新橋にいる。水くんじゃないでしょ。あ、でも新橋に来た。俺新橋って来た。あの、どこって送って、新橋って来たから、マジで無視したんだけど。高橋から愛してるよって来たの。新橋の方行ったらあれだもんね、定期遠くなっちゃうもんね。そうそうそう、ゆうとをどうにかこっちに呼ぶのが。でも合流したってことは伝えたいよね。あそこにね、公衆電話があるのよ。ちょっと本当に、じゃあ行こうか。いるよがすぐ分かって、でもすぐ気づけた俺は。すごい、やっぱこのソウルでソウル繋がってくる。繋がってるとこがあったもん。いや、だから俺1個思いついた。まあ、ガラケーの時って数字言ってたじゃないですか。まだそっちの方が親しみがあるから、木だったら2を2回打ちます。よし、これいこう。これでいきます。今新橋、みんなはどこ。ここ厳しいなメッセージを送りたいと思います。51で恋とだけ思いました。あいつは何やってんだろう。あっ、あっ、51、51、5位、いや、わかんねえ。いや、お腹空いたんだよ、正直。俺も腹減った。なんか食いに行こうぜ。ね、そう、とりあえずなんか今時間も時間なんで、腹が空いたら戦できぬって言うんで。来ました。ここは適当な分じゃないですか。1173006337。俺これ分かったわ。あ、俺が多分ポロッと言ったやつだと思うんだけど、うんうん、ガラケーの容量で。なるほどね。だから今し、うん、今新橋、みんなは、どこ。こいつこんな画期的な方法を思いついて疑問形を投げかけてきやがる。あ、でもすげえな、理解はしたわ。結局原点帰る。公衆電話探す時、え、みんなも探してるだろうから。ここがクリアだから、どうしようかな。あの通りに公衆電話もある気がする。僕たちも焦らずにちょっと彼を待つことにします。あ、おいしい。
きやすいんだよね。まあ、日生劇場なんで。来ない。俺が一番送ってるよ。あいつら全然変身してこない。嘘だろ、あいつら俺を省いてんのか。じゃあ、ゆうとは今の情報で言うと誰がどこにいるかっていうのは誰も知らない。知らない、ただ俺たちが飯を食ってるっていうことだけど。今はちなみに作戦的には、いやもうローラー作戦、公衆電話ローラー作戦。全然いねえよ。なんか道にしてあれば、定撃、定撃、定撃って何か伝えればいいんだよ。やばいぞ、盛り上がってるね。定撃いるかな。あ、俺がいた。あったよ、公衆電話。立ち続け起送った。なんかユウトからなんか来たんだよ。お、なんで。いや、わかんないの、それが2を6回打ちやがって。あれじゃない、が国家とかじゃん。ってことは帝国。ユウト君今定撃にいるそうです。今、はい、ほら。いや、猪狩あいつマジ水くんだけに変身したらマジふざけない。ちょっと待ってよ、いねえやん。いや、もう汗ダクダクだけどな。トライプ後ほどして待ちます。お前心の中では繋がってるんで。心の中のポケベルを信じてる。あいつらマジで全然連絡してこないやん。だから定義のどの角度にいるかですよね。一番どっちも見える角度にいるのが一番いいと思うから。今の時代じゃ簡単に会えるものが。いや、俺多分これスマホにめっちゃ感謝すると思うわ、この企画終わった後に。ある意味時間的にも厳しくなってきたんで。まあ、アイテムクリーンを出して、アイタンで合う、合う、いい。よし、クリーンに来いっていうのが座ったと思うんで、で、まあ、これでお互いアイタンで会えれば。あ、あ、来た。え、1、2、3、2、2、2、2、9、9、1、1、1、1、1、5、5、2だから、読まなきゃ。クリ、クリかよ。今初めてクリエに来いとだけ送った。出会えるかみたいなことやってたんですけど、ドリボーじゃないの、ドリボーの前にやるっていう企画上。マジで、はい、面白いこと言えないよ。もう会ったってことかもすげえ。いや、嬉しいっす、嬉しい。すでに面白い。シンプルに嬉しいっす。スーパーゲストする。俺映ってるか確認するわ。ちょっと、じゃあ、いるかどうかの確認を。じゃあ、はい、頑張ってください。レベルなしでものすごい人に出会いました。お疲れ様です。ポケベルで数字だけ打ってどこに行くか場所を伝えて3人で出会う。知ってました。難しいんじゃない。知ってました。馬鹿にしてる。いや、違う違う違う。本当に知らなかった。いや、でも今出会えたってことだ。
まんで、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お掃除だから。頑張ってください。10分後ぐらいにポケベル持った俺が来たら面白い。また心のポケベルが鳴りましたね。鳴りましたね。ポケベルって鳴ると嬉しい。確かに。なんなかったかな。ポケベルっていうのはやっぱ終わっちゃうらしいのサービスが、はいはい、こういう文化もあったんだよっていうこと、うん、あとやっぱ今のこのスマートフォン、はいはい、ガラケーもしかりしてあるのにどれだけ便利かっていうのを感じながら生きていこうじゃないかって、うん、なんかやっぱ当たり前のことが幸せなんだなって気づけた企画だったよ。そうですね、素晴らしかったな。あああ誰か助けてください。ボロコさんがやだ。以上、ハイハイ説でした。フリーかよ。Yeah!